ここから毎週火曜日の暮らしと健康企画、岩手元気丸です。今日は頭痛の中でも放っておくと危険な怖い頭痛、脳動脈解離についてです。よく怖い頭痛と言いますと、はい、くも膜下出血とよく言われますけども、はい、脳動脈解離ですね。はい、スタさんのような働き盛りの方は特に注意が必要なんです。盛岡市の田口脳神経外科クリニックの田口医師に聞きました。動脈解離はただ頭痛だけの時もあれば、その後脳梗塞になったりくも膜下出血になったりするという怖い病気です。そもそも動脈解離とはどのような状態を指すのでしょうか。その名の通り、動脈が裂ける解離する病気で、人間の体でどこにでも起きることがあるんですけれども、一番多いのは心臓の近くから出る大動脈という太い血管に起こる大動脈解離で、次に多いのが脳の血管に起こる脳動脈解離なんですね。私たちの血管は外側から外膜、中膜、内断層板という三層構造になっています。一番内側にある内断層板に何らかの原因で傷がついて、そこから血管の壁の中に血液が入り込み、血管が裂けていく状態が動脈解離です。裂けた血管が詰まると、その先に血液が流れなくなるため脳梗塞になったり、血管の外膜が裂けて血液が漏れ出るとくも膜下出血になります。日本人はこの後ろの椎骨動脈に起きることが多いと言われています。でその椎骨動脈というのは、このモデルで言いますと、首の骨の中をこの椎骨動脈が通っていって、それで脳の中に後ろの方からこう入っていくんですけど、ちょうどこの首から脳の中に入ったあたりに解離が多いと言われています。突然発症する右か左どちらかの後頭部の痛みというのが特徴的で、その痛みも普通の皆さんが感じている普段あるような頭痛よりは強い頭痛で、かつ2日3日では治らないような、1週間とか続くような感じの痛みですね。はい、動脈解離の場合、血管が裂けているだけの場合は普通の CT ではわからないので、MRI などでその解離だろうということを疑って、そこのところを詳しく取っていくということが必要になります。こちらの画像は、突然右の後頭部が痛くなり1日経っても治らなかったため受診をした54歳女性のものです。MRI は異常がなくて、なんか症状からはやっぱり椎骨動脈解離を疑わなきゃいけないということで、この血管を写す MRA という検査をしたんですけれども、ここに本来写るはずの右の椎骨動脈がほとんど写ってない、ちょっとだけ写ってるんですけど、ほとんど写っていないということで、もうちょっとここを詳しく見てみました。1ミリ2ミリの血管の血栓を調べる検査で、正常な血管は真っ黒に写りますので何も見えないんですが、血栓があると白くなるということで、臨床的な経過と MRI の画像から、この方は急性の右の椎骨動脈解離を起こしたということが診断できました。圧倒的に若い方に多いです。脳卒中、くも膜下出血や脳梗塞は、高齢者に多いんですけれども、脳動脈解離は40代から50代に多いので、はい、働き盛りで今まであまり病気をしたことがない40代の方が突然頭後ろを痛がったっていう時は解離を疑わなきゃいけない。それともう一つの特徴としては、くも膜下出血や脳梗塞などは動脈硬化が原因している場合が多いんですけれども、この動脈解離に関しては動脈硬化はあまり関係なくて、病気もない、綺麗な血管だった方が突然解離を起こすというのが注意点だと思います。治療はですね、動脈解離が解離だけで済んで、その後にくも膜下出血や脳梗塞などを起こさなかった場合は、特に治療をせずに経過観察をしていると傷が治るの、この辺の切った傷などが自然に治るのと同じで、解離も自然治癒して治っていくことがほとんどです。ただしその後のくも膜下出血や脳梗塞が起きた場合には、それぞれのくも膜下や脳梗塞に対した治療が必要になります。確かに今回は怖い頭痛ですね。この辺りが痛くなったりしばらく続くっていうのが
注意しなければならないんですね。そうなんです。さらに日常生活で注意したいポイントはこちらです。はい、首をポキポキ鳴らす癖のある人は注意なんです。交通事故やマッサージなど頚椎、いわゆる首の後ろ側に外的な刺激があると、はい、それが原因で血管が傷つき乖離を起こすことがあるそうです。首ポキポキはついついやってしまいがちなんですが、こうあまり負担をかけないようにしましょう。はい、そして田口医師によりますと、脳動脈乖離による頭痛で当日に受診する人はほとんどいないそうで、3日から1週間ぐらいで受診する人が多いとのことです。まあ、自然に治ってしまうことも多い脳動脈乖離ですが、いつもと違う後頭部の痛みを感じたら早めの受診をお勧めします。はい、以上、岩手元気丸でした。